こんにちは。日本学術書道会の田村喜南です。今日も参考者の茶掛の前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は王帝壁樹の風です。ウグイスはさえずり、万緑に風が吹き渡る、無心の境地を表します。それでは今から王帝壁樹の風を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。